さんこんばんは、タコチャンネルのタコスケです。今日は夜のサーフにまた来ています。メバリングですね。まずはこの100均で買ったミノーから行ってみたいと思います。いや怖いね、海の夜の海は。どこまで飛んだか分かんないけど、これね、また釣れる気がしないんだよね。これからね、激しい潮なんでね、なおさら怖いんですよね。なるべく高い位置で釣りをするように。あんまり海に近づかなくてもいいようにメタルジグにしてみました。 5g ですね。これで遠くから狙い撃ってみたいと思います。ほっ、じゃあ一見根が変わりました。もう取れた、取れたけど根が変わった。あまりにもサーフ怖かったので漁港に移動してきました。これダイソーのミノですね。100円ミノやってみたいと思います。結構飛ぶ。そしてなんか線が意外とピチャピチャしてますね。ゆっくり巻いてみます。魚気はありますね。これはアジングを持ってきた方が良かったかもしれないな。深場にやってきました。めっちゃ飛ぶじゃん。お、来た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 、なんか来たよ。なんだなんだ、結構遠かった。フロートだからね。いやでもちっちゃいな、なんだろう、結構な小物だとは思います。さあなんだ、正体を見せてくれ。おお、これが、あ、メバルです。メバリングでメバル釣れました。ただちっちゃいですね。かわいい。はい、本命のメバルちゃんです。ちょっとリリースです。この調子で大きいやつも狙っていきたいと思います。手前にいそうだな。手前もこの辺から下げてみようかな。ゆっくり、来たよ。当たりました。来た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 。あ、バレちゃった。持ってなかったか。お、来た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 。来たけどちっちゃい。はい、またもや釣れたのはこのサイズですね。はい、リリース。投げてあげましょうか。お、来た来た。コメバルちゃん、メバルフィーバーだけど、あ、違うな、これなんだ。あ、メバルちゃんだ。はい、さらにちっちゃいメバルちゃんですね。これリリース。ちょっとさっきから手前で当たるんで、ロートやめましょう。はい、再び100均ミノー。本当に釣れるんでしょうね、これは。
れねえな。はい、続いて台場のレイジーソリッドくんです。これはいいルアーですよ。お、来た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 。お、さすがレイジ。はいはい、粘る。はい、リリース。100均ルアーとは違って一発で釣れました。さすがレイジ。あとは大きいのが釣れれば文句なしですね。尺メバルを。これでかいの。はい、ジグヘッド 1.2g ぐらいですね、これ。ちょっとね、この竿の対象が 2g からなんで、かなり使いにくいと思いますが、頑張ってみたいと思います。まあ、ただ巻きなら大丈夫でしょう。超表層ただ巻き。再びレイジーソリッド。なんかこれが一番釣れる気がするんだよね、せっから。はい、じゃあラスト1として帰ります。お、来た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 。はい、やば、ちっちゃいメバルちゃん。ラスト1この子でした。はい、というわけで今日はかなりメバル釣れましたね。メバルの数釣りが楽しめました。ちょっとね、全然大きいサイズは釣れなかったんですけど。というわけで本日の釣りはここまでになります。この動画がいいなと思っていただけたら、いいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではタコジャンズでした。ありがとうございました。